皆さん、こんにちは。ダンクマンよしです。いや、もう本当のこと言わせてもらうと、最近は、その自分自身で、その少なくとも2日に1回はメインチャンネルで動画を上げようと、そういったゴールをね、設定していたんですけど、なんと、その土曜日、日曜日とね、動画をアップすることができなかったから、ちょっと罪悪感でいっぱいなんですけど、今回もね、ちょっとしたトークをやっていきたいと思っておりまして、そう、それは今回のアメリカ代表について、 そしてもっと言うなら、アメリカ代表の弱点についてね、ちょっとフォーカスをしていきたいと思ってるんですけど、え、あのアメリカ代表ってあのカリーと KD とレブロンがいて、 弱点なんかあるわけないじゃんってね、今思った人もいるかもしれないんですけど、この前のあのアメリカ代表とカナダ代表のいわゆる強化試合、練習試合ですね、あれを見ていて、まあそのアメリカ代表が試合自体はね、勝ったんですが、思ったのが、やはりそのアメリカ代表のビッグマンの部分、ここがちょっと、うーんって感じで、っていうのはこの試合ね、ジョエル・エンビード、彼がアメリカのビッグマンなんですけど、なんとそのトータルで確か12分くらいで退場しちゃって、 まあ、そのルールがね、その、いわゆるフィバルールと NBA ルールが違う部分があるから、そこにちょっとついていけなかったかなっていうのもね、あると思うんですが、ちょっとアメリカ代表としてはね、この先が不安というか、っていうのはジョイル・エンビードはまあ、これだけではなくて、怪我の不安もあるから、万が一、エンビードが怪我をしちゃったら、もう一体どうすんのって感じで、っていうのはアメリカ代表のメンバーで、まあ、ビッグマンの代わりが、やはりその、バマーデバヨ、そしてまあ、アンソニー・デイビス、 も使えないことはないと思うんですけどご存知の通り彼はインサイドで ゴリ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 ね他のビッグマンとやり合うのが大嫌いだから彼に関してはまあレイカースファンとしてあまりそのビッグマンとしては期待ができないかなって感じでで、まあバマアデバヨいやもちろんね彼もビッグマンとしては超一流でそのね、やっていけるとは思うんですけどそれでもやはり仮にこのエンビードがね、怪我でいなくなってこのバマアデバヨをね、使っていくとなったらもうかなり大変だと思いますっていうのはこのオリンピックルールそのフィバルールでは 3秒ルールーがないからで、この3秒ルール、これは NBA 特有のルールで、その、インサイドには3秒以上いることができないと、こういったルールになっていて、だから NBA ではビッグマンとかが3秒経ったら出ていかなければいけないんですよね。よってそのルカみたいな選手がね、そこをついていつも入ってって得点を決めていて、彼もね、この3秒ルールは得点を取る上で本当にでかいと言っていましたが、国際大会では、 その NBA みたいにビジネス、ビジネスって感じではなくて、もう純粋なバスケをしているから、いやいや、3秒ルールなんてないよと、ずーっとビッグマン立ってるからみたいな。よってこれがどういうことなのかというと、この FIFA のルールにおいては、ビッグマンがかなりのキーポイントとなってくるんですよね。でもそんな中、現在このアメリカ代表のビッグマン、NBA 度がちょっとというかかなり不安な感じで、まあ大前提として膝の怪我もね、あるんですけど、それ以上にその FIFA のね、ルールに 慣れてない感じでまあその影響もあってファウルも量産していたからちょっとこれは多分アメリカ代表をしているファンにとってはねかなり不安な気持ちにねなっちゃいましたよねそうだからもうこれが他の強豪国フランスやドイツそしてセルビアにしてみたらもうアメリカ代表の弱点だと思っててっていうのはこのアメリカ代表の エンビードさえね、いなくなっちゃったら、もう全然チームとして変わってくるから、もう本当に他の国のビッグマンにとってはやりたい放題ですよ。でもしっかりエンビードが修正して、またそのファールのね、悪い癖なんかを直してくる可能性も大いにあるとは思ってるんですけど、でもいざね、そのオリンピックに入って、他の国からしてみたら、まさしくあの、スラムダンクのワンシーンのように、おい、ウォーズミにすっかけろ。 ミニッシャーーをコートから追いい出せととあんな感じのことがね起こっちゃいそうで、まあ、だから要はわざとねあえてこのエンビードにファールをかさませるようなシーンもね全然出てくると思ってますだって仮にこのエンビードがいなくなったらもうアメリカ代表としては例えばあのセルビアのヨキッチやあるいはフランスのゴベアなんかに対してどう対応すんのって感じでだからここに関しては本当にアメリカ代表の弱点だと個人的には感じてます でもアメリカ代表もね、それは重々承知しているはずだから、仮にね、そのセルビアとの試合になって、エンビードがいなくなったとしても、プラン B はちゃんと考えていると思いますよ。やっべえな、あのセルビアのヨキッチ相手に、エンビードでもいっぱいいっぱいなのに、AD、いや、AD はもう全然もう、このヨキッチに対してはダメだから、アデバヨ。でもアデバヨ以外、このビッグマンに対応できる選手がいないと。皆さん、プレイオフを覚えていますか確かにあのヨキッチを擁するナゲッツはね、 負けちゃったんですけど、よきっちにそのビッグマンとビッグマンの1対1ってもうめちゃめちゃ難しいですよね。もうレイカーズなんてその八村とか AD とかを使っても全然な感じで。 もうボロボロにされちゃってでもそこでようやくあのゴベアとカーランソニータウンズとあとはナズリードこの三人のローテーションでようやくなんとかできたって感じでまあだからそんなね例えばヨキッチに対してこんな感じのエンビードとそしてバマイデバヨそしてね彼のことが超苦手な AD で大丈夫なのかって感じでだから自分はねもう一人そのなんかねフィジカルがゴリゴリに強い選手を入れた方が 良かったんじゃないかなと思っていて、まあ、もちろんこのデレックファイトでもね良かったと思うんですけど、自分だったらあのアーランゴードンなんかね良かったんじゃないかなと思ってて、っていうのはもう彼は知っての通りゴリッゴリで力も強くて、でもまあいろんなことやってくれますよね、リバウンドも取ってくれるし。 もう中でフィジカルにもうゴリゴリにその当たってくれるし、ディフェンスもしっかりやってくれるし、かといったらね、まあスリーポイントは入る人入らない人の差が激しいとはいえど、一応外も打てますし、こういったアーロン・ゴードンみたいなね、特にそのフィジカルになりがちな国際試合ではかなり自分はその敵役だと思ってたんですけど、仮に今後またね、代役が必要な場合は、アーロン・ゴードンで行った方がいいんじゃないかなと思います。<laughs> っていうのは今ね、まあ 正しくケビン・デュラントがそのふくらはぎの怪我でずっとそのね練習や試合に出ていなくてもしかしたらまた途中でねこの交代があるかもしれないと言われていますがもしもそうなってしまった場合は今度こそあのセルティックスのジェーネブランなんじゃないかとかそういった声もありますけど自分としてはあのアーラン・ゴードンみたいなねいわゆるそのドッグな選手がねいた方がかなりいいと思いますはいってわけで今回はこのアメリカ代表の弱点 点についていろいろと話してみたんですけど皆さんは今回の自分の話を聞いてみてどう思いましたかコメント欄で教えてくださいそしてこの動画も楽しんでもらえたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますはいてな感じで今回は以上ですご視聴ありがとうございました